2代目フィット RS、それは2013年12月6日に、人々を恐怖のどん底に陥れた。所持金はあるのに、もっと性能のいい車はあるのに、お前しか買えないなんて、そんな怒りから、すぐ売り飛ばした人も多いだろう。だが、悪の帝王山内はしっかりと考えていた。GT6 は、フィットでクリア可能であることは周知の事実だろう。 GT6 の実況をしたいと考えていた私は GT7 で縛りをしたものとして GT6 でもやらねばと裏で一人動作テストを兼ねてやってみることにしたのだが、まず先に結論から申し上げると、とお前早くねえである。巷ではすごい供養だと言われていたので正直怖かったんですけど、こちら ED 達成に必要な GT ワールドチャンピオンシップの最終結果、堂々の1位、500点満点で終わることができました。というわけで今回は GT 世界ランカーがフィットで ED を目指したらどうなるのかという観点で解説も交えながら、今後フィットでクリアしたい人向けに動画を作ろうと思う。ちなみに世界ランカーの基準は人によってまちまちだろうけど、直近のランキングで測ってみようと思う。まずは GT7 のホームページにアクセスする。そして下にスクロールしていくとスポーツモードという欄が存在するので、それをクリック。そうすると現在進行形で行われているイベントや過去のイベントを見ることができる。まずはエスクード TA の結果を見てみよう。最終結果は20位、一応自身最高位である。余談だが31位にアロンソさんがいるのが好き。現在進行形でやってるイベントでは編集時点では26位につけている。軽く流しただけなのでもっと上を狙えそうだけど、基本ゴールドタイム狙いでやってるので現状維持。解説もやってるので気になる人はぜひチェックしてね。まあ自分ではまだまだ下手だと思っているのでお見苦しい点があると思いますが、よろしくお願いします。前置きが長くなりましたが本編スタート。待った、突然だ。そうそう、大事なことを忘れていました。今回相棒となってくれる機材をご紹介します。皆さんは世界ランカーって言ったらどんなのを想像しますか？数十万するハンコンやレーシングシート？甘いんだよ。そんなもの使えないの間違いなんだよな。まずはハンコン、メルカリで6000円で買った激安ハンコンです。正直 GT6 はハンコンゲーなので早急に用意しました。よし、じゃあ次。何それ？タミヤのエナメルトヨウくんです。実はこれ、ウプ主の中では必須アイテム。机の厚さが足らないのでハンコンの固定用に使用しています。ただしこれだけでは完全に固定できないので、よく走行中に外れて、あー、ゴミかせと叫んでいるのは内緒ですぞ。で、椅子はニトリで買った椅子ですが、最近死にかけでグラグラします。以上、世界ランカーの限界生活でした。なんでこんなのでタイム出るのか不思議でしょうがないです。はいはい、やるよやるよ。視聴者が俺の環境を気になってるなどと。その気になっていたお前の姿はお笑いだったぜ。まあこれ、いかにも今からイベント始めるように見せかけてますけども、別撮りで撮ったやつなんだよね。え、じゃあ本物はというと、録画し忘れた。なんか、ごめん。というわけでリプレイになりますが、気にしたら負けってやつです。第一戦目は、マウントパノラマです。で、いきなりストレートに入るので、車種厳選について、お話しします。基本的に、そこまで車種厳選はしなくていいんだけど、この3台はなるべく避けた方がいいでしょう。一応、こいつらがいても総合1位は取れますけど、500点満点は辛いと思います。総合1位だけ狙うなら、厳選はしなくていいですね。さ、最初のブレーキング。ウルトラスーパーレイトブレーキ。さ、ここからマウントパノラマの特徴と言ってもいい、高低差が大きいセクションに入ります。もちろん前輪駆動のフィットには辛い区間ですが、山内パワーがあるので大丈夫です。正直山内パワーには最初困惑しました。普通速く走る上で大切なのは、いかに打角を小さくするかなんですけど、山内パワーはそのまま楽で、いかにハンドルを曲げて無理くり曲げていくかですから、かといって永遠に曲がるわけでもない。その限界点を見つけるのに苦労しましたね。走行行ってる間にフォード GT に追いつきそう。いや、ふっとお前化け物みたいに速いな。さあ次のコーナーでぶち抜いておきたいところだけど、外から行かせ、大事なところで。あじゃ、え、セーフ。山内パワーはだてじゃないぜ。ここからはきついダウンヒルの第3セクション。フィットはフロントヘビーなので、ブレーキは早めに踏み、ハンドルはまっすぐで行きましょう。そしてここの切り返しを速くするため早めに減速。ちょっと失敗してて割れた。まだ GT6 の挙動に慣れていないんですよね。ここからはロングストレート区間。ここでは前に車を置いておけるかが重要です。 GT6 はスリップストリームの威力が頭おかしいので、あるとないとでは50キロくらいトップスピードが変わってきます。相手の位置をしっかりと把握して、時にはタイミングを合わせることを心がけてみましょう。よし、ここいらでいいでしょう。最初のショートカットポイントはここです。死ぬ気で突っ込め。最初は全開で突っ込み、ブレーキで向きを調節しつつ、ハンドルは変に曲げず打角は小さく行きましょう。そして2つ目のポイントです。まずは
トロードを走り、赤白のところからブレーキングして、だいたい150キロくらいまで速度を落とします。あとはアクセル全開で、鳥取砂丘でいい感じに速度が落ちるので、速度を維持したまま、コースに復帰できるってわけ。僕はここを二段熟追って破りの地元走りと呼んでいます。一周目が終わった時点で、9番手に浮上、タイムは2分5秒でした。基本的に、一周目は5秒台、2周目以降は、3か4秒台を目指していきましょう。またロングストレートに入るので、次はニトロの使い方についてお話しします。僕はニトロを 30% に設定しています。そしてレースは4周、そしてメモリもちょうど4つあるので、最初のロングストレートで1メモリの半分、そして最後のロングストレートで残りの半分を使うっていう風に決めていますが、人のエンジン特性の一つに6000回転以降はパワーが出るけど5000回転では全然加速しないっていうのもあるので、ギア比が合わない時はクラッチ蹴りの感覚で使うのもいいでしょう。おそらく VTEC の特性を再現したんでしょうね。下りのブレーキングでまず1台パスをして、そのままの勢いでアウディもパスしていきましょう。よしよし、これ見て7番手に浮上、早くも上位陣の後ろ姿が見えてきましたよ。ただしストレートではやはり圧倒的な差を感じますね。ですがここで慌てないことが肝心なんだ。合わせてペースを上げればミスが増え、ミスはまた次のミスを呼びやすい。それに逆を言えばクリアラップがしばらく取れるってこと。だから自分のペースで走っていくことが大事なんですね。さあもう一度行きましょう。起きて破りの地元走りだ。うちの視聴者さんならわかると思いますが、僕の本業は実は GT ではなくラリー、つまりラリー屋なので、アクロを走るくらい朝飯前なんだぜ。興味がある人はそちらもぜひどうぞ。でもう一度ショートカットを決めまして、これにて5番手に浮上です。いいですね、いいペースですよ。ここからはルマンを走るハイパーカーが相手になってきます。ただし初戦は AI です。ストレートでは鬼のように速いですが、コーナーではクソ遅いので、落ち着いて対処していくといいでしょう。ストレートでは早く行かせろと言わんばかりに煽ってきますが、そのくせ進路を譲っても全然先に行ってくれないので、ここはブロックラインを取りつつも次のコーナーまでには理想の位置にいることを意識しましょう。死ぬ気でつかめ。多少追突しましたが、これにて2番手に浮上、1位が逃げ切る前に抜かしておきたいところと、激圧展開かなと思いきや、ショートカットで難なく追いつき、2つ目のショートカットで抜かすだけの簡単なお仕事です。はい、これにてトップに立ちました。その後 AI 補正がかかってペースを上げてきますが、事故を防ぐためあえて先に行かせることだってあります。そう、煽られたら先に行かせたらいいんですよ。で、自分のポジションが確保できたらショートカットで前に出ればいいだけです。これにて初戦は無事1位で終えることができました。リザルトです。やはりペスカローロの2台が速いみたいですね。2戦目はアメリカといえばここラグナセカですね。ですがここは正直ミスさえしなければ負けることはありません。むしろニトロ使わなくてもいいくらいです。まずスタートしてからは低速中速セクションが続きますが、あとは前輪駆動上、フロントがスーッと入っていきますし、山内パワーもうまく使ってオーバーテイクしていきましょう。で、5つ目のショートカットポイントはここ。ハンコンならアクセル限界のまま逃れてしまいます。逆にパッドだと160キロくらいまで速度を落とさないと曲がれないのが辛いところ。で、有名な次のコーナーですが、ここはショートカットしない方が早いですね。というのもショートカットは一見早いように見えますが、実は跳ねまくっていて全然加速しないのに対し、普通に走った方が安定もするし速度も乗るので、そっちの方がおすすめです。で、ここは山内パワーを使ってショートカットです。速度が乗りすぎて張り出しすぎないようにだけ気をつけて、あとは最終コーナー、ここは小さく曲がってトラクションをかけていきましょう。前に車がいる場合はニトロパワーで速度を乗せていってもいいですね。1周目のタイムは27秒台、2周目以降は24秒台を目安にいけるといいですね。特に見どころもなかったのでカットして4周目終わり、トップの背中が見えてきました。やはりトップはペスカローロ。ただ今回は追い抜きが難しいコースだからか、トヨタセブンや BMW が検討していますね。そして5周目にペスカローロをパスしてトップに浮上、大事なところでアンダウン出してしまうというアクシデントもありましたが、無事1位でゴールインです。これで総合ポイント的には200ポイントですね。はい、じゃあ次第3戦目はスパフランコルシャンです。しかし勘のいい視聴者さんならもうお気づきだろう、ここら辺からだんだん作業ゲート化していること。をそうなんです。第2戦のラグナセカ、第3戦のスパ、そして第4戦のシルバーストーンに関してはショートカットがあまりにも強力すぎるもんですから作業ゲート化してしまうんですよね。スパといえばこの長い上りのストレート、ここでは誰かのスリップを狙えると嬉しいですね。この先は5つ目のショートカットポイントです。ここはすでに GT7 でマスターしているポイントなので、コツを解説していけたらなぁと思います。需要はどこにあるんでしょうか。まずはブレーキング、だいたい240キロ程度で突っ込み、草むらに乗っけたタイミングで4速に落とし、ブレーキングで向きをちょいちょいと変えていき
します。で、アスファルトに乗っけたら山内パワーを信じて一気にハンドルを曲げる。等倍速でもう一度ブレーキで向きを調節し、アスファルトに突入したら山内パワーで曲げる。これがスパでのショートカットのやり方です。どこに需要があるのかは知りませんけど、はい、次行きますよ。次、ブランチ門と呼ばれる高速コーナーを抜けると最終試験が顔を覗かせますが、ここの試験はショートカットできるのでぜひ活用していきましょう。まずブランチ門から全開で行き、最初アクセル全開で駆け抜けます。そしたら頃合いの位置でブレーキを踏んで、赤白の壁を目印に試験の位置を予測。着地の時はハンドルを曲げずにまっすぐと、一瞬前輪が浮きますが、しっかりと着地したことを確認してアクセルを踏みます。当倍でもう一度試験の位置を予測して、しっかりと減速しながら、よいしょっと、しっかりと着地してからアクセルを踏んで加速する。仮に途中ハンドルを曲げてしまい片輪だけが着地してしまうと、山内パワーはスピン状態だと勘違いし、パワーを与えすぎて横転します。ご利用は計画的にってことですね。そんなこんなで2周目には7番手に浮上。前を走るのはルマンを戦うハイパーカー軍団ですが、焦ることはありませんよ。ショートカットで前に出ればいいだけなんですから。死ぬ気です、こら。いや、カメラを得てなくてきた。そんなこんなであっという間に追いついちゃいましたね。そしてもちろん人はショートカット以外でもこいつらと戦う戦闘力がしっかりとあるんだぜ。コーナー区間でジャガーを抜いて5番手に浮上。やっぱ RS とついているだけあるね。ただよっと、なんか一瞬埋まったような気もしますが、楽々スマートフォンもびっくりの速度で2番手に浮上。絶好調ですわ。死ぬ気です、こら。もちろん容赦なくショートカットしていきますよ。しまった、リズムに乗せられて突っ込まされた。はい、今のは悪い例です。これは下村区間でのブレーキの踏み方とハンドルを曲げるタイミングが遅れた結果です。悪い例として参考にしてくださいね。よっこらショット、片輪着地でもハンドルをまっすぐにしていれば山内パワーは出ません。しっかりと着地してからアクセルを踏む。これ合言葉ね。こいつらは AI 補正でペースを上げてきますけど、しっかりとブロックラインを取ってショートカットを決めれば問題はありません。ちなみにタイムはだいたい15から17秒台を意識するといいでしょう。副所タイミングがクソですが、1位を獲得し総合で30ポイント。はい、じゃあ4戦目シルバーストーンです。なに、リプレイ読み込めてなくてきた。おかしいですね。うちのプレステ君は SSD に換装済みなのですが、やはり GT6 は重いゲームなようですね。それはさておき、シルバーストーンは正直箸休めです。まず最初のショートカットポイントはここです。このまままっすぐ突っ切り、鳥取砂丘も活用しながらしっかりと減速をして曲げていく。次はコックスを抜けてマゴッツ、ベケッツ、チャベルの3連続コーナーですが、ここを全部無視します。お尻はどうなってんだ、お尻は。なんて言われそうですけど、ゲームドウェイが OK、トゥエトラノデー OK。 理論を僕は貫き通していきますよ。まずアスファルト部分を突っ切って、そのままの流れでストレートまで直通ですわ。これにて早くも7番手に浮上。ブーンペースが良すぎる。そして極めつけは最後の低速セクションを完全無視。いや悪いね君たち、僕は早く寝る。なにタックルをしたのかあいつだ。と言いつつ、ぶつかったのはこっちなんだよな。なんてね、焦らなくても余裕で勝てるので OK ですわ。やっぱりここ強すぎるんだよね。というわけで勝利して総合で400ポイントに。ここで皆さん気がついただろう。1位になると100ポイントもらえます。そして現在2番手のペスカが285ポイントなので、仮に次優勝すれば385ポイントとなるわけです。しかしとは現在400ポイントを獲得しているので、現時点で優勝が確定しています。うーん、これはどこぞのペルスタッペン。はいはい、次行くよ次。サクッとやらないとね、尺がとんでもないことになりますからね。僕のハードディスクを破壊する気ですか。そんなこんなで最終戦はニョル24時間レイアウト。やっぱりラスボスは今後の GT でもここですよね。そして最終戦だけ録画していたみん。ここで録画してないことに気がついたバカで進まんな。そんなことは置いといて今スタート。まずここで気をつけるべきポイントはミスをしないことだ。ミスターバックス。まずここニョルではショートカットポイントは1つしかない。なのでミスった時の巻き返しのポイントがないんだ。それにここまでは一戦の長さが10分程度だったけど、ここは2周も走るので17分程度かかってしまう。だから多少余力を残しつつ、ミスなしで走ることが大切なんだ。まずはここで1台パスをして13番手に浮上。そこから立ち上がった先のロングストレートでフォード GT と並びかける。この先がここ唯一のショートカットと言っても過言ではないって。ここでは抜く通り道がある。ですが先ほども言った通り、ミスをしないことが大事だから、俺は鳥取砂丘ルートを通るぜ。見えた、行け。うーん、今のジャンプは芸術点高めでしたね。ちなみにもう一つの方を通るとこうなります。
悪夢だったぜ。極めればもう少しの方が早いんでしょうけど、やはり安定性を取った方が結果的に早いので、ファクトリカチュンルートがお目見えってやつですね。さ、舞台割ったコースにやってきたわけですけども、ここから人の本領発揮機関がやってくるわけですね。ストレートでは他車に劣る人だけど、コーナーに入っちまえばこっちのもんなんだ。レーシングカーになんか負けねえぜ。そんなこんなで8番手に浮上、早くも上位陣の背中が見えてきましたが、油断してはいけません。ゆるって地味に高速セクションが多くて、実はパワーが求められるサーキットでもあるんですよ。かといってニトロは温存しておきたいので、ここからは戦略が大切な期間になるんだぜ。戦略？戦略ってなんだよって思った方、僕はすでにこの場面を知っている。そう、あれは GT7 で縛りをやった時だ。その上りのロングストレイがもちろんのごとく前方には辛い区間なんです。だから前に壁となってくれる車が必要になります。一周目の壁役はフォード GT。 ほらみんな降り運転。でもスリップを使えばニトロを節約しつつ、上りなのに240キロを保ちながら相手と同じペースで走れちゃうんです。これが確かに人の方がデニオよりパワーはある。しかしどんな車でも上りストレートは辛いんだ。壁役となってくれる車がいればニトロ節約にもなるし、なんせトータルでのタイムも上がる。だけどそれをやるにはもう少し差を縮めないといけないんだよな。前にアウディは見えているから、壁役で狙うとするなら途上か BMW あたりだろう。さあこの先はちょっと注意しないといけない区間。どりゃよし、応戦回避だ。こっちとしてはハンドルを曲げすぎないこと。山内パワーをあそこだけ意図的に封印するのさ。そしてここのショートカットはもちろんする。使えるものは何でも駆使するのが東道塾のバトルだ。勝つためにはいろんなテクニックがあるってことを覚えておいた方がいいぜ。有言実行。きちんと上りストレートまでに差を縮めれた。ニトロはほとんど残せている。そう、ニトロを使うのは上りストレートなどの人には辛い期間。まさか GT7 縛りプレイで学んだことを再び GT6 で使えるなんて思わなかったぜ。か、例の上りストレートだ。ちょっと差が開きすぎている気もするけれど、 GT6 のスリップは頭がおかしいから OK だ。それでもじりじりと離されていく。やっぱ馬力では負けてるな。だけど離されること自体はあまり問題じゃないんだぜ。何度も言うが夜は長い。だから速く走るよりミスをしないことを意識するんだ。そこまでの車に仕上げてあるんだ。一か八かのギャンブルをしなくても負けない走りを続けていけば最後に勝てる。あら、カルテルを抜けた段階でもうこの差ですよ。だから当てる必要はなかったんです。さあここからだ。人が最も得意とする最終セクション。もちろんここでも壁役は必要になります。それまでになんとしてでも4位を走るペスカローロには追いついておきたいですね。語りを上げながらもここで BMW をパス。ちょっとミスりましたが、ニトロで多少のカバーロスは最小限にとどめる。ここらで上位陣の背中が見えてきました。ただし1位のペスカローロが突出して速いのが心配ですね。でも嬉しい誤算もあるんだぜ。それはトヨタセブンが2位を走っているということ。トヨタセブンももちろん速いレーシングカーだ。でもヘガーやペスカに比べればコーナーが遅い。要するに追い抜きの難しいこのニャルでいい対役になってくれている。だから人の予定より早く追いつくことができた。それを手前のコーナーで一応抜かしておきます。そう、これは保険だ。位置的にヘガーのスリップを狙いに行きたいけど、多少距離もあるし加速的に厳しいかもしれない。さあ今アウディゲートを越えたところ、やっぱり少しまた少しと離されていくな。だけどこんな時に保険が役に立つのさ。さあペスカローロ先に行くんだ。よしよし、いい子だ。そう、壁役となってくれる車を2台に増やすことで万が一があっても速度を落とさずに済むのさ。300キロも出せれば上等だ。そんなこんなで1周目はいい感じに終えることができましたね。さあ2周目、こっからが勝負どころだぜ。この2周目で全てが決まる。総合優勝は決まってるとはいえ、レーサーたるもの、世界ランカーたるもの、いくつでも上の順位を目指し常に1位を目標に頑張るのさ。まずはあのトヨタセブンを抜かしておきたい。コーナーが遅いってことは北コースに入った時に詰まってしまう。詰まるってことはタイムも落ちるからな。よし、トヨタセブンをここで捉えた。次のコーナーで仕留めてやる。ウルトラスーパーレイトブレーキ。多少強引だがいいから行かせてもらうぜ。起きて破りの地元走りだ。さあラリーヤの本領発揮だぜ。そしてジャガーもここで抜かせそうだ。アウトから仕掛けて次のコーナーでの突っ込み勝負。ブレーキングならなに？ムカついた。わざとやりやがったな。てめえみたいなカスに絶対負けねえからな。よし、一気に追いついた。次のコーナーで行ってやる。鼻プラサイちょいとねじ込んでしまえば。よっしゃ抜けた。これにて2番手に浮上。あとは1位のペスカローロを追うだけだ。追うだけなんですけど、おそらく2位以下の奴らはプレイヤーに抜かされたことで AI 補正を使い追い上げてくるだろう。エースも作らなきゃいけない。かといってブロックもおろそかにしてはならない。両方やらなくちゃならないってのが
とチャレンジの辛いところだな。ガーレイの登りストレート区間、エスカローロはもう目の前なのに、あと一歩で届く距離なのに、ここで一気に差が開く。ニトロを全部突破してもう追いつけないなんてな。エスカローロとの差は案外開かなかった。だけど気のせいじゃねえな。じりじりと来てる。必死で持ちこたえていた車間がじりじりと詰まり始めている。おそらく1位のペスカは AI 補正がない。だけど後ろの奴らは AI 補正で追い上げてきた。まさかここまで追い上げてくるとはな。ならばここから死ぬ気で攻めないと。勝負を仕掛けるならもうここしかない。人が最も得意なこの区間で前に出られなければ俺の負けだ。頼んだぜ。あとはお前の踏ん張りが俺の全てだ。できればまだニトロは使いたくない。絶対後半のストレート区間で苦しくなることは目に見えてるからな。幸いここはダウンヒル区間だ。ニトロがなくてもしっかりと加速してくれる。この先の区間でいけるだろうか。いいぞ、詰まってる。いいか、進入スピード。いや、いけ。ピースを出し気味に4取りで。よっしゃ、突っ込めよう。大事なところでハンダウン。いや、まだだ。うまく立て直す。慌てるな。平常心を保つんだ。どっかで追い抜きのチャンスは絶対に来るはずなんだ。次のコーナーでいけるか。一気に追いついた。しっかりと相手のラインと自分のラインを見極めて。そこだ。よっしゃ、抜けた。これにてトップに浮上です。でもトップに立つということはどういうことかわかりますか。ここまで来てさらにもう一個上のギアが残ってんのかよ。いや、休め。横滑りしながら落ちてきてやがる。さっきまでそんな挙動は一切してなかった。別人のように走りに鋭さが増していく。速いとか遅いとかのレベルとはこの時に何かが違う。けど食いつかれたって抜かれなきゃいいんだ。舐めてもらっちゃ困るぜ。俺はこれまで数々の縛りプレイをしてきている。なんなら軽自動車でラリーカーやグループ C マシンにだって勝ったことがあるんだぜ。10分間のテールクローズに耐え切ったこともある。なんだ、後ろの車も追いついてきた。離されずに食いついてくるが、ちょっとした珍事だぜ。むしろ好都合かもしれないな。使える車は多ければ多いほどいいんだ。あとは最後のストレート、ニトロは残してある。さあ蹴りをつけようぜ。ストレートに入った。あとは己のパワーを信じてアクセルをブラジルまで踏むのみ。しっかりとミラーを見て相手の動きを予想しつつブロックラインを取っていく。悪く思うなよ。これぐらいあっちの世界では日常茶飯事だぜ。そしてさっき使える車は多い方がいいと言った。あれはどういう意味かというと、こうやってブロックしていればいずれ後続も追いついてくる。だけど団子になったままなら互いが邪魔をし合ってアクセルを踏めないから平均速度が落ちる。平均速度が落ちるってことはよ、万が一抜かれても対処がしやすいってことだ。ほら抜いてきた。だけど全然取り返せる距離。さあ最後のビッグブレーキング決めるぜ。超絶ウルトラスーパーライトブレーキング。よし、取り返した。あとはフィニッシュラインまで行くだけだ。もうニトロはない。ミラーを見ながら相手の動きを予測して、こんなやり方はあれだが絶対前には出さねえって。よしよし、抑えられている。そして今ゴールイン。よっしゃお疲れ様でした。これにて GT ワールドチャンピオンシップ前線優勝でございます。というわけでフィットで前線優勝を完走した感想ですが、正直フィットは思っていたよりも早かった。だけど早いからこそ楽しめるバトルもあると、それが実感できる時間でした。そして一度フィットで AD を達成したからこそ、ここからさらに私はさらなる縛りを求めていきますんで、今後の GT6 実況にご期待ください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次回どこかでお会いしましょう。僕いつも編集の合間とかにタイムアタックを気分転換にやるんですよ。で、この動画の編集の合間にもまたタイムアタックをやっていたのですが。